しますプチアイドルマスター隊は、原作、バンダイナムコエンターテインメント、漫画、アカネによる日本の漫画作品。電撃、魔王電撃魔王、アスキーメディアワークスにて2008年9月号より、連載中。バンダイナムコエンターテインメントのゲーム、アイドルマスターシリーズからのスピンオフ作品。プチドルという、アイドルたちに、そっくりな姿をした謎の生き物と765。 プロのアイドルたちの日常風景が緩いノリで描かれる4コマ漫画。なお、プチドルたちの書出は、双葉チャンネル及び赤根が個人サイトで不定期に連載している4コマ漫画で、赤根の二次創作だった。鈴宮春日の憂鬱の二次創作から公認化された、ニュローンチルヤさんに近い公認経緯を持つ作品であると言える。 スピンアウト作品だが、バンダイナムコエンターテインメントの公認作品であるため、単行本には、プロジェクト IMS のロゴも入れられており、2巻以降は、セカンドビジョンのロゴマークになっている。ゲーム版、ザ・アイダレムスター SP に、プチドルたちがアクセサリーとして登場したほか、アイドルマスターの携帯サイトである、アイドルマスターモバイルでも、本作のコンテンツが、配信内容に加わっており、 他のコミック版アイドルマスターにない独自の展開を見せている。グッドスマイルカンパニーからトレーディングラバーストラップが商品化されたこともある。テレビアニメにも登場したことがあり、アイドルマスターの漫画作品の中ではメディア展開が盛んに行われている作品の一つである。2012年9月23日の東京ゲームショーにおいてゲーム本編に続きスピンオフである本作も プチアニメ化が発表された。本作がもともと二次創作であったこともあり、設定については動画サイトなどで見られたザ・アイドルマスターの二次創作に影響を受けているところが多く見られる。アイドルマスターシリーズに登場する765、プロのアイドルたちそっくりな姿をした謎の生き物。その羊や生態は謎に包まれている。二頭身で人間の顔くらいの大きさの小柄な。 体格が特徴。人の言葉を話せず、それぞれの個体ごとに特徴的な鳴き声しか出せないが、弥生、響き、律子といった一部の人間は話す言葉が理解できるらしい。その他のキャラクターも大まかな意思表示は理解できるようで、コミュニケーションは円滑に行われている。なお、モノローグで鳴き声を通訳する際は、丁寧語で表記される。一部のキャラクターは、 季節の移り変わりや何らかの外的要因によって見た目が変化する。商店街にあるモールにはプチドルたち専用の服が売られており、こういった生物が存在することへの認知度は高い模様。各キャラ概要の記述で飼い主の名前がないプチドルは原則として765プロ事務所内で生活しており、事務所内に新所も作られている。なお、 命名者や飼い主がモデルのアイドルと同じである場合は本人と表記する。キャラクターの基本設定についてはザ・アイドルマスターの登場人物を参照。ここではプチマスに登場する際にあたり若干の変更がされた部分等を説明する。いずれもアスキーメディアワークス間電撃コミックス EX レーベルより発売。 アイドルマスターのコミカライズ作品としては3作品目のドラマ CD 化が2010年12月24日に告知されている。第1巻は2011年4月27日発売。制作はこれまでのドラマ、CD 同様フロンティアワークスが担当している。プチドルたちの声はモデルとなった人物と同じキャストが起用されたほか、ナレーションは大川徹が担当する。 第2巻は単行本第3巻と同日の2011年7月27日に発売された。また、電撃魔王2011年9月号のお試し版 CD にドラマ CD 未収録の話が収録されており、こちらは後にアイドルマスターモバイルにおいて期間限定で無料配信された。オープニングテーマとしてプチドルの歌が用意され、ドラマ CD としては前作にあたる。 エターナルプリズム同様に、ドラマ CD2 枚の全巻購入特典として、この曲が収録された CD のプレゼント企画が行われた。プチマス。プチアイドルマスターマイナスのタイトルで、2013年1月1日から3月29日まで、アニメイト TV、ニコニコ動画にて月曜日から金曜日まで配信された。約2分30秒の短編アニメで、全64話。 ニコニコ動画では、すべての話が24時間限定公開のため、日付が変わると削除されるので増刊号以外で、バックナンバーを見ることはできない。2012年9月23日に開催された、東京ゲーム賞内、イベント、ザイドルマスター性質感サンデー出張バニー TGS2012 見逃し、現金、驚きの新情報続々スペシャル。にて、 口アニメ化が決定したことが発表され、同日中にアニメ公式サイトがオープンした。コミックス第5巻、第6巻、第10巻の限定版及び DVD& ブルーレイ各巻には新作エピソードの OVA が同梱。2013年9月21日に千葉県の幕張メッセにて開催された。 アイドルマスター8周年のライブイベント、ザイドルマスターエースアニバーサリーホップ、STEP フェスティブエル、幕張公演初日で、プチマス。2期の制作が発表された。タイトルは、プチマス。と、エクスクラメーションマークが一つ増えた。10月29日に公式サイトにて、キービジュアル公開とともに、正式タイトル、プチマス。プチプチアイドルマスター。 マイナスと2014年4月から6月まで配信、スタッフキャストは第1期のままであることが発表された。全74話。第1期が原作に忠実にアニメ化されたのに対し、第2期はオリジナルのエピソードが増え、原作のエピソードもキャラを変更したり、複数の話を組み合わせて再構成するなど、オリジナル色が強くなっている。 2016年4月から6月まで第1期がウルトラスーパーアニメタイムにてテレビ放送された。複数話をまとめて1話分にする再編集がなされている。エンディングテーマは1ヶ月ごとに変更される。第1期は第令話を除くサブタイトルの頭文字、第2期は OVA を除くサブタイトルの語尾の1文字をつなげると1つの文章になる。また、 1> 第1期 OVA についてもサブタイトルの頭文字をつなげると分け合い合いという四字熟語ができる。2013年1月5日より3月30日まで毎週土曜日に配信されたネット番組全13回第0回のみ先行して YouTube で2012年12月27日に配信。内容は その週のアニメ一挙放送と出演の朝倉安美と原由美によるトーク番組。その週の放送会で印象的だったシーンを朝倉と原が声を担当しているプチドりのパペットを使って表現し、どちらがうまく表現できたかで勝負したり、原作コミックスや CD といった関連商品の発売アナウンスなどを行っていた。関連 CD はべて発売元はフロンティアワークス、 販売元は、メディアファクトリー。スペシャル、CD 主題歌 CD、プチマス。プチアイドルマスターマイナスに関するカテゴリー、プチマス。プチプチアイドルマスターマイナスに関するカテゴリー、ありがとうございます。